新型コロナウイルスの感染が拡大している千葉、埼玉、神奈川、愛知の4県に対し、政府はまん延防止等重点措置を追加で適用する方針で、専門家らの意見を聞いています。今回まん延防止措置の適用地域に追加されるのは千葉、埼玉、神奈川、愛知の4県で、期間は20日から来月11日とする方針です。また国内でも変異ウイルスの感染者の割合が高まっているとして、適用地域の追加に加え、大型連休など人の移動が活発化する時期に感染が拡大している地域との往来を自粛するよう要請することなどを基本的対処方針に盛り込む見通しです。